みんなリフナビってちゃんと働いてた？働いてたといえば働いてたけど、でもあれもウタちゃんのクラックの時からお返事してくれなくなっちゃったんだよね。リフナビがどうしたの？リフナビはライムが起きた時点で役目を終えたわけなんだけど、あれライムなんだよね。正確に言うとライムの思いを一部切り離して作った別人格みたいなものなんだけどね。そうだったんですか。ああ、でもクマのぬいぐるみを作れって言ってきたのもリフナビだった。世界の仕組みを知ってるのもライムさんなら納得か。本来は眠ったままみんなに情報を伝えるために生み出した存在だったけど、クラックでダメージを受けて機能停止して復旧にかなり時間がかかっちゃった。もう初耳だよ。言っといてよそういうことは。眠ってる間に思いついたんだもん、仕方ないじゃん。いろいろ情報を集めたり伝えたりしてたの。本当に簡単なやり取りしかできなかったけどね。だから機能は絞らざるを得なかった。変なこと聞いても答えてくれないのってそういうことだったのか。とっさに思いついたことだったけど、ちゃんと役目を果たしてくれてよかったよ。役目を果たしたってことはもうお話はできないのかな。そうだね、切り離した分の思いは使い果たしちゃったから。話せないって言われるとちょっと寂しく感じるね。え、そんな恋しくなるようなやつだった？あいつはいい性格してたよ、本当に。え、ちょっと待って、リフナビって何言ってたの？ライム知らないの？うん、元はライムの思いとはいえ切り離しちゃったから何を言ったかまでは。リフナビってこんな感じなんだけど。誰？ライムでしょ？いやそうなんだけど、なんでこんなにハッピーな性格になっちゃってるの？こっちが聞きたいけどね。実はライムの心の中にもこういうハッピーな人格があるんでしょ？そんなわけない。ライムはもっとこう知的な感じだし。どこが知的な感じなの？たくさんあるでしょ。ほら、ダメだ、記憶は全部なくしてるんだった。ああもう、ここから先はモンスターも出るんだよ。もっとみんな気を引き締めていかないと。分かってるって。本当に分かってる？どんな状況でも気を張り詰めすぎると疲れちゃいますからね。きっと私たちにはこれくらいがちょうどいいよ。